いちご国内で。はい、リホンチャンネルです。テレビマガジンの12月号を語りました。前回の動画でこっちのテレビくんですね、この12月号を紹介したんですけど、付録のいちご国内が気になってこれも買ってきちゃいました。ちなみに定価はテレマガが790円でテレビくんが720円でした。ただ付録の数は定価が高いテレビくんの方が少ないんですね。付録を見ていくと、まず仮面ライダーガイムのバトルトランプ、これは結構いいですね。もうグリドンもクロカゲもブラーボもいます。しかも変身音も書いてあって、グリドンはネバーギーブアープはね、もう定番ですけど、クロカゲは松ぼっくりアームズ一撃インザシャドウらしいですなんか変身音だけは一丁前ですけど、ロックシードのランクはこれ C ですからねC プラスだったかな。そしてこれですよ、仮面ライダーブラーボ、ドリアンアームズミスターデンジャラス、気になるな早く聞きたいなこの変身音で。トランプの端っこ行くとロックシードがあって、さらにもう映画のワンシーンも入っちゃってますね。裏側はこんな感じ。この戦国バトルトランプだけでも結構ゴージャスなんですけど、あとこれですね、三大ヒーロー超バトルシール、このシートに付属のシールを貼ることによってガイム、銀河、恐竜ジャーのワンシーンが出てくるらしいです。パズルみたいなシールですね、こういうのもついてます。あとそれとガイムの25センチソフビプレゼント、ほーすごいですね。そしてこれですよ、いちごアームズの武器が付録、いちご区内ですね。そのいちご区内がこんな感じで小さい箱に入ってて、開けるとビニールのいちご区内が入ってました。でここに空気を入れるとバロンが来ても出す残月が来ても出すっていう感じで振り回せるわけですよ。結構サイズ大きくって、デラックス無双セーバーとかなり近いサイズ感です。しかもこれ空気が入れるの簡単で5秒ぐらいで膨らみました。ちびっこに振り回されても痛くないんで、お父さんお母さんはいいと思いますよ。そしてさらにガンバライジングカードもついてます。中を見てみましょう。中からドン、おーガイム、そしてテレマがオリジナルですね。属性はフィニッシャーで、まあ、スペックは普通ですね。そしてバーストはこんな感じ。付録はそんなところですね。まあメインはやっぱりこのイチゴの区内、こちらですね。中身もちょっとパラッと見ますけど、まあほとんど内容はテレビくんと同じですかね。まあちょっとこのサンライダーが詳しく書いてあるのと、桜ハリケーンのね、ローズアタッカー、これも出ればすぐ買えますんで、これも楽しみだなあ。これはいい情報ですね。一番くじ祭り、もうすぐコンビニで始まる一番くじのラインナップが書いてあります。 A 賞ディケイド、これが欲しいんですよね。あーでもこれ1回600円ですからね、高いんですよね。あ、恐竜ジャーの充電池デラックスセットってこんなんなんですね。開けて大きい箱に入ってて23プラス3、26本ですか、26本セット、はあ、こんな化粧箱に入ってるんですね。それ以外は特に大きな情報はないですかね。うん、情報量はテレマガよりテレビくんの方が多い気がしますね。まあテレビくんに書いてない情報もテレマガに書いてあったりするんですけど、総合的な情報量はテレマガ、あ、テレビくんの方が多いかな。ちなみに僕のロックシードもこんな感じで増えてきました。あと今後出るガシャポンとかをやっていくとかなり増えそうな予感ですね。以上、いちご区内ジャンボウェポン付きテレビマガジン12月号の紹介でした。